ぐに遊びに来る機会があったら美原に店内に遊びに来てください。はい、はい、そして今日の急遽ね、実はね、夜行バスに乗って来いって言って、そう、ダンサーが連れてきた方が絶対みんな面白いって言ったらな楽しめるだろうと思って急遽、呼びました。ダンサーズでムカとカイちゃんです。ムカちゃん、カイちゃん、スーパーダンサーズに来てくれました。昨日ひょろっと誰かがカエルの歌を聴きたい、あら、いや嘘、カエルの歌が見たいんですって言ってカンちゃんにリクエストしました。カンちゃんが心よくそうですかさすがやね。そうです、うん、もう今日は綺麗曲、綺麗な、なんか可愛い系の服を持ってきてなくて、なんかカエルの歌をやる衣装がないですって、綺麗衣装しかなくてって言った瞬間に高島さんはキャラブレとるなみたいなそんな戸田ソング、カエルが恋の歌を歌っている、ギャラ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 、知ってる戸田ソングっていうの、小分け屋さんが書いてる。小分け屋さんの家に行くとね、ハワイ語以外喋ってくれないの、すごい大変なの。そんなね、小分け屋さんのお家もカエルまみれでしたね。そう、カエルが好きな、もう自己紹介から最初せなあかんと思う、大変で。私は神崎明子って言います。 My name is 神崎明子。はい、かんちゃん、え、ハワイ語で、え、いきなりはい、ちょっと今それどころじゃない終わってからちょっと話があるよかったら打ち上げにご参加ください OK、 じゃあ皆さんカメラのご用意よろしいですか。またお会いしましょう。電源の魔法よ。あ、およ。またお会いしましょう。電源の魔法。